スーパーカーゴは日本の運送会社である株式会社アネックスが提供する運送媒体の通称である。主に軽貨物による運送事業を営んでおり、全国で約2600台の輸送能力を有している。本社の参加にある支店、営業所は別面配車センターと呼ばれている。 上等配車センター2020年4月現在、全国で48カ所の配車センターが設けられており、各管轄エリアの受注及び配車を行っている。配車センターでは、荷主から配送業務を受注すると、主に無線機を使って講述する。オーナードライバーまたは協力業者に配送業務を発注する。具体的には、無線機を用いて、 各ドライバーの現在地点を確認した上で、引き取り先までの距離や車種を総合的に勘案し、最も条件が良いと思われるドライバーを選択、廃車する。これにより、荷主に対しては迅速な廃車が可能であり、荷物の引き取り先から納品先まで直送する緊急配送に強みを持っている。現状、輸送密度には地域差があり、埼玉県で10カ所。 東京都では11カ所の廃車センターを設けている。一方、北海道及び北陸、四国地方には廃車センターが設けられていない。しかし、日本全国どこでも引き取り、配送は可能であり、一例として、石川県内への廃車は、名古屋廃車センターにて行う。廃車センターは、すべて24時間営業であり、年中無休で受注及び廃車を行っている。 所在地については公式ホームページを参照。配送業務を担うドライバーは主にオーナードライバーと呼ばれる個人事業主である。前述の通り、ドライバーは主に無線機を使って配送業務を受注する。このため、各ドライバーは所属する配車センターは決まっているものの、業務のテリトリー性はなく、仕事を受注することが可能である。一例として、 東京都内で荷物を引き取って、千葉県内で納品、その後、千葉県内で仕事を受注して他県に配送するといったことも可能である。こうすることで、運賃を徴収して走行する距離の割合を高め、その反面、空車で走行する距離を短縮、輸送の高効率化が図られている。このような受注体系のため、ドライバーはべて配車センターの下請けという体系で、 配送を行い、原則、荷主から直接仕事を受注することは認められていない。しかし、荷主との事務処理はすべて配車センターが行うため、ドライバーは配送業務に専念できるといったメリットがある。また、無線機を用いた受注には、各配車センターの管轄エリアを把握しておくなど、一定のスキルが必要であることから、 無線機取り扱いの習熟度によって、オーナードライバーの対応能力に差が出ていることも、事実である。オーナードライバーの募集業務は、グループ企業である FB サポートが行っている。車種はおおむね以下の6種類であり、荷主の要望により配車する。スーパーカーゴの特徴として、全体的にクール車の割合が高い。このため、 温度管理を必要とする食品の輸送に強みを持っており、同業他社との差別化を図っている。パネルホロ社は、冷蔵庫等、極端に背の高い荷物または、体積の割に、重量の軽い荷物の大量輸送に適している。全体的に、ワンボックスは極端に少なく、主に協力業者による対応が多い。原則、車両は、 オーナードライバーの個人所有であるが、メーカー等の指定はなく、自分で車両を購入し、所定のステッカーを貼るだけで開業可能である。よって、中古車で開業することも可能であり、指定車両を新車で購入する制度は設けていない。そのため、車両のメーカーは多種多様であるが、荷台には、ある一定の装備品を設けるなど、条件が課せられている。また、 クール車は、チルド車及び特装車の機能も兼ねていることから、オーナードライバーは、開業において、クール車の購入を進められることが多い。2016年に創業40周年を迎えた。ありがとうございます。